ゲームってものを本当に知らなかったので、あ、ゲームってこういうものなんだろうなって思いながら、実際にあるものを作っていけるんだって本当に思った。まあ、もちろん限られてますけど、僕は本当に城の中に入ったら城の中だけみたいなイメージだったんですよ、それまでは。いや、そうじゃないんだっていうのを教わったのはシェンムー。最初の僕が関わったゲームがあれだったのは、まあ、自分で今ドラマとか仕事してますけど、そっちにもうフィードバックしてる部分があるなっていう、自由でいいんだっていうのは一つありますね。声優の本屋さんいたんですよ、声優の中にある本屋さんに。その時で、吉野さんこれどうですかって、シェンムで神の木っていうのはすごく今でもよく覚えてますね。その時の初めてその名前を聞いた時の、あの時は震えましたねああ、いいタイトルだなって。一人の男の子が親父の復讐というかですね、を殺した相手を探していくっていう、もうそこだけは絶対ブレないようにしたいって一番僕はそこだけですね、思ったのは。いろんなアイデアも、いいアイデアもいっぱいありますし、なんですけど、そこの主人公の気持ちのブレないところだけは気をつけたつもりではいるんですけど、実際ゲームやってみるとやっぱりそこはシェムの面白いところだと思うんですけど、気持ちは親父の敵を打たなきゃいけないんだけど、ガチャガチャしてるっていう僕はね、でもあれがすごく人間っぽくて、ですごくその自分がその主人公になりきった人はもうガーッといけちゃうんだと思うんですよ。そうじゃない人たちのそのばらつき加減がゲームの面白いところだったのかなって、なんか僕なんか実際やってみるとそうだったですね。親父が ああいう家を構えて、おそらく人格者だったと思うんですね。で、人格者の下で育てられるってことは結構窮屈な思いもしてたと思うんですけど、ただやっぱり親父のことがすごく好きだったのは間違いなくて、なんていうんですかね、親父が亡くなったことで親父が言ってたことを、まあゲームの中にはそこまで反映されてなかったかもしれないですけど、親父だったらこうしたんじゃないかっていうことが多分彼の中にいっぱいあったと思うんですね。知らない間にそれが溜め込まれていっていて、でそれがそのいろんな人に会うた時に、なんかこう生きていくようなことなのかなって、親父が死んで初めて親父の人生を自分が歩んでいるようなところかなと、かっこよく言うとですね、なんだろう、すごく頭の回転の速い人なので、それはもう僕なんかよりも先のことをやっぱ見越して考えられてるんだろうなっていうのは、打ち合わせしながらそれはよく感じてましたね。だから僕は戦おうとかっていうタイプではないので、いかにこの人が喜ぶようなものを俺が作れるのかなって、おそらくユウさんの後ろ側にゲームをやってるプレイヤーがもう何万人っているわけですよ。でユウさんがこれ面白いですねって言ってくれると、その人たちも喜べるのかなって、僕にはその実態が見えないですから、そこの一つのその指針っていうかですね、あ、この人が喜ぶんだったらいいのかっていう、この人がなんか今表情変わったなと思ったら、あ、これをやっぱりつまんないんだなとか、プレイヤーもやっぱりつまんないのかなっていうふうなことでは、今そういう立場っていうか、そういう関係ではいました。シェンムーに関わった時にちょうど40歳の誕生日を祝っていただいたんですねセガの方でっていうか、スタッフもう身近なスタッフだけでなもんですから、もうあの頃の自分は変わってないと思うんですけど、多分おそらく変わってるんだろうな。で、今シェンムー3をまたあれから17年15年経って関わると、また違ったものにおそらくなるだろうなと。自分の中でそんな変わったつもりはないんですけど、おそらくセリフの一つ一つにしてもあの頃とは違う、どこか違うんだろうなって思います。でそれをすることがなんかすごく自分で楽しみだなって、その関わることがすごく楽しみだし、15年前の自分とちょっとかっこよくと向き合えるのかなっていう、でいい機会かもしんねえなみたいな、
あのテレビとか、ないんですね。前やったものを同じ人にやってくださいみたいなことは。こうやって同じものを15年前にやったものをまたやれるっていうのは、これまた貴重な経験になるのかなって。